高校生です。親には感謝してますが苦手です。ですが、これからも大学卒業まで一人で生きていくのは厳しいので、親から離れることができません。どういう心持ちでやっていけばいいと思いますか？だって。まあ、俺は、どうだろう。親に苦手もへったくれもないと思うんですけどね。まあ、感謝はしていますがって言ってるけど、さほど感謝してないよね、多分ね。親から離れることができません。大学までは一人で生活しようのな、生活、お金のためだけに親と離れずに暮らしますって言ってんでしょ？まあな。な、子供だからさ、多分親のありがたみも、本当に、親がどんな気持ちであなたのことを育てて、そんな、なんだろう、親、自分たちのことが苦手だとかって言っちゃう子供に、何の見返りもなくお金使って、働き行って、子供に飯食わして、洋服買って、大学も行かせて学費を払って、ってしてくれてることが、どれだけあなたのために人生を注いでるのかっていうことは考えないんだね。アーカカさんはね。いや、俺からしたらアーカカさんのその状況なんてさ、もう本当に比べるもんじゃないけど、なんかたまらんぐらい羨ましいものだなと思いますけど、まあ俺は本当に中学高校も学費がなかったから自分で学費を作りましたし、特待生の資格を取って全部自分で学費を賄いましたし、俺だってできればそんなことしたくなかったけど、そんなことせずにスポーツとか中高で目いっぱいやって、本当にプロとかになって、そのままスポーツ選手になったりとかしたらスムーズだったけど、それができなかったから自分でやったんだけど、まあ、今はしょうがないんじゃない？アーカカさんは多分、人から何かしてもらうことのありがたみをまだ感じられないぐらい知識がないと思うから。でも、もうちょっと年取って自分が働き始めて、お金稼いで、で、その自分で稼いだお金を自分以外の人に使うっていう経験をしないと、多分、全く親があなたにしてくれてることのありがたみを感じられる、まだ心が育ってないと思うから、今のあなたに、心持ちをどう説明しても、多分理解できないだろうし。だから、いつか働いて自分のお金を自分以外の誰かに使うことがあったら、こんなことを、しかも年間に100万円だ、200万円だって生活費と、やっぱり大学の進学のお金とか、入学金100万円払うとか、そんなことを誰かに自分ができるだろうかって考えたときに、初めて親のありがたみがわかるんじゃないかなと思います。